はい、では大変お待たせいたしました。皆さんこんにちは。適度な音量でありがとうございます。そうだ、すいません、あんまり声出しちゃったね。はい、本日はクラウドネイティブプレゼンツ2020ジャパンジュニア応用コンテストへお越しいただき誠にありがとうございます。午後の部門、司会進行を務めさせていただきます、JYYF 理事の上村と丹菊です。よろしくお願いします。はい、本日のですね、ジャパンジュニア応用コンテストは日本応用連盟が主催する、競技応用の18歳以下の日本一を決める大会です。また本大会では総合優勝のほか、小学生、中学生、高校生の各部門の優勝者も表彰を行います。各世代の、ね、優勝者の、演技、ぜひ注目していただければと思いますのでよろしくお願いします。また、ヴィッセル競技各部門の総合優勝の選手にはですね、来年の2021年の全国大会 2021JN 決勝へのシード権が発行されます。選手へのご声援どうぞよろしくお願いします。ではもうサクサクいっちゃいましょう。第3回開催となる今回も、ですね、多くのスポンサーさんご協力いただいております。今回全21社による協賛により大会を開催いたします。まずはじめに、各企業様のお名前を、ご紹介させていただきますので、21社ご紹介終わりましたら最後に大きな拍手をぜひよろしくお願いいたします。それでは神田さんお願いします。はい、それでは紹介いたします。まずはタイトルスポンサークラウドネイティブ様、続きましてプラチナスポンサーユニリバジャパンアスクス様、ジャパンフリトレドリトス様、ヨドバシカメラ様、エクストララージ様、フレイク様、株式会社ユーズ様、ヨーヨーストアリワニング様、ヨーヨーファクトリー様、アイヨーヨー様、ゴールドスポンサー C3 ヨーヨーデザイン様、 FEO 様、 CLYW 様、シルバースポンサージャパンテクノロジー様、 SF ヨーヨー様、スローレボリューション様、岡崎薬局様、 YJ ヨーヨー様、パープルヨーヨー様、ロンズスポンサーコアコンセプトヨーヨー様、そしてメディアパートナーとしまして TikTok 様、以上全21社と公園岩倉市協力 NPO 法人岩倉観光振興会、以上の皆様のご協賛ご講演のおかげで本大会は運営されております。誠にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本大会始めにあたりまして、開催地ここ愛知県岩倉市の方で、小学校でのプロモーションとかいろんなところでのパフォーマンスとかですね、プロモーションを行っております。日本応用連盟代表理事のミーよりご挨拶をさせていただきたいと思います。それではミー理事よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。午後からもみんなでね、夜の大会盛り上がっていきたいと思います。岩倉市、ご覧の通り公園と協力観光振興会をいただいておりまして、岩倉市では、小学校4年生に、市内の小学校4年生みんなにヨーヨーの配布をしたり、あとはその小学校でヨーヨークラブを実施したりと、いろいろとね、ヨーヨーの町岩倉として取り組みをさせていただいております。でね、また来年コロナが落ち着いた時にはまた岩国もね、遊びに来てもらえたらなと思っております。今大会ね、来年の全国大会のシードもかかってますので、ぜひ皆さん頑張って楽しく参加してもらえると思います。それでは一日よろしくお願いします。はい、いい理事ありがとうございました。はい、それでですね、午後の部のスケジュールざっくりご紹介したいと思います。ご来場の皆さんはお手元、ご入場時に配ったプログラムの方に、タイムスケジュール書いてありますので、そちらの方をご確認いただければと思います。この後、もう間もなくですね、あと5分後ぐらいです、15時からフリースタイル競技 2A 部門、5A 部門の予選を行いまして、15時50分、今日はもう、すぐ予選の結果の発表をさせていただきます。そしてそこから各 A 部門、決勝戦が16時、そして17時はですね、来場の選手の皆さんに、商品をもらえるですね、プレゼント抽選会を行わせていただいて、17時20分表彰式を行い、17時50分公開の予定となっております。部門の開催順は、数字順です。2、3、4、5の順番で行いますので、最初にやってる間3の 3A の部門の選手準備していただいたりとかですね、スムーズな大会進行にぜひご協力をお願いいたします。今回の、練習場所というか調整スペースですね、会場後方の皆さんの向かって後ろの方ですね、
はい、今スタッフが手を挙げている後ろのスペースをご利用ください、大会進行中はできる限りですね、競技の方を集中させてあげていただきたいなと思いますので、まあ、休憩時間とかに、調整をしていただければと思います、ご利用の際はですね、ソーシャルディスタンス、それぞれの距離、気をつけていただきながらご利用いただくようお願いいたします。それでは最後に本大会における注意事項を説明していきたいと思います。まずはコロナウイルス感染拡大防止に関するお知らせです。会場内ではマスク着用必須となっております。着用されていない場合、スタッフの方からマスクの着用をお願いしますということでお声掛けすることがありますのでご協力お願いします。パッと見た感じ、皆さん今つけていただいてますので、マスクちょっとおトイレお手洗いの時にちょっとなくしちゃった捨てちゃったとかっていう場合は、あの予備で受付の方に配布用のマスクをご用意してありますので、はい、あのお気軽にお申し付けください。そしてステージ上でのマスク着用についてというところで、選手の皆さんにはですね、あの本人性の確認とかも含めてステージ上ではマスク外してくださいというのを昨年までちょっとご案内してたんですが、今ちょっとこういう状況もありますので、ご本人の判断にお任せします。ステージ上は一人で演技しますので、マスクつけてなくても安全かなとは思いますが、例えばちょっとご心配がある場合はあのマスクつけたまま演技していただいても構いませんので、よろしくお願いします。はい、あと予選決勝ともに、ステージチェックは今回中止とさせていただいております。密集回避の、ための中止となりますのでよろしくお願いします。受付にアルコール消毒液ご用意してあります。これも、量いっぱいありますので、もしご利用される場合はご自由に、ご使用いただければと思います。体調不良の方や体調が悪そうに伺える方には、受付にて検温を行っていただきます。状況により参考ご遠慮いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。各所に感染予防に関する掲示を行っておりますので、ご確認いただければと思います。手の洗い方とかマスク着用ご注意くださいとか、そういう、はい、情報になっております。以上、会場の皆さんは必ず各注意事項をご認識の上、各自でケアを行っていただきますようお願いいたします。で、注意事項大変多くて恐縮なんですが、次に会場利用に関する注意事項、谷口さんの方からお願いします。続きまして会場内利用に関する注意事項になります。会場内ですが、先ほどの感染予防の観点からですね、飲食及び喫煙に関してはちょっとスペースがございませんので、ご了承いただくようにお願いいたします。なおこの会場内ですが、写真動画撮影を行っておりまして、撮影したデータですね、こちらウェブや各メディアで公開するようになっています。こちらもご了承いただくようにお願いいたします。はい、そして感染時ですね、撮影の方許可出ておりますが、フラッシュを使用しての撮影はご用意いただくようにお願いいたします。同時に皆さん持っていらっしゃいます、携帯電話、こちらにですね、音が出ないように設定の方をあらかじめよろしくお願いいたします。また何者等もですね、使わないようにお願いいたします。選手の方はですね、集中して演技できるような環境をご協力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。なおですね、この大会ですが、YouTube ライブおよびニコニコ生放送にて配信を行っております。会場中央の方ですね、撮影しているブースございますので、その周辺ではですね、事後は控えていただきますようによろしくお願いいたします。その他プログラムの方に詳細書いてありますので、一度確認の方をよろしくお願いいたします。またこれら含めまして、運営からの注意および指示に従っていただけない場合ですね、ご対応いただく場合もございますので、よろしくお願いいたします。はい、以上ざっくりですが、会場利用についての注意事項となります。はい、もし不明な点ございましたら、ぜひお気軽にお近くのスタッフにお尋ねいただければと思います。以上ですね。はい、ではお待たせいたしました。午後の部分を始めていきたいと思います。クラウドネイティブプレゼンツ2020ジャパンジュニアヨーヨーコンテスト午後の部始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まもなく QA 部もスタートとなりますので、はい、スタンバイよろしくお願いします。はい、もうですね、早速ですが、QA 部予選の方を行ってまいりますので、皆さん10秒よろしくお願いいたします。